はい、ということでやっていきましょう。こんにちは、ねまです。パワープラプリやっていきます。今回は公開収録の生放送納金強化やっていきたいと思います。今回は PSR の水木ですね、使っていきたいと思います。伊野、水木、明神、沢村、守、そしてモルボトと。で、水木が PSR になってコントロールの上限が4つきましたと。この恐ろしさをね、感じに行きたいなという感じの生放送です。メス招きです。行きましょう。こうね、重い球、ナイス。好敵手、怒り守る、45とフル角で結構点数変わりますか。まあ、変わるんじゃないかな。確か、やる気効果、じゃなかったっけ。って結構変わると思うよ。やる気効果は、この高校、めちゃ強いので、結構変わるんじゃないかなと思います。重い球やめて。オッケー。からの、あーどうしよう、これ微妙いな。技能を取るか。ヒレナイス。なんかゲーム音ちょっと小さくなったような。ゲーム音小さくなったどころかなんか出てないんだけど、なぜか。ちょっと待ってね、仕方ねえな。これで多分皆さんに聞こえるでしょう。おお、これ、ちょっと無謀だけど拾いに行きたいな。さすがに。OK。ナイスピンチ。で、ここはしっかりと緩急を待っておきましょう。一回休む。うん、明神走りましたね。うん、初期値がだいぶ寂しいな。おお、いいよいいよいいよ。結構結構これは評価上がってるよ、みんな。怪我しにくさんもらったっけ、なんか。あ、もらってるわ。あ、ちょっとなんか気のせいかもしれないけど、9月の4週以降じゃないとコツがもらえてない気がする。気のせいかな。誰か知っていたら教えてください。気のせいかもしれないけど。PG5000 発作らないと PF9 無理だ。なるほど。僕、ヤシはね、まだ PF7 とか、PF7 じゃないや、PG7 とかが何体かいるんで、全然まだ伸びしろが。うわー、これ105のやつ。105のやつが揃ってて祝福されてる、強い。それは、ナイスですね。だから本当は、まあ、ヤシもやりたいんですけどね。ただまあ、今はさすがにみんなこっちやってるんで、こっちやろうっていう感じ。ちょっとタックしていいんじゃない？セクイチからいきなり。これうま。これはうまうまですね。ああ、一回休みてえな。結構タック絡む可能性あるな、これ。セクイチから。先制ストライクを取れば踏んでも大丈夫って感じか。伊野、これは体力足りてねえな。ここは一回休むか、スカウトでもいいですね。順応を取ってスカウト行くか。おわ、ラッキー、体力回復、ありがとう。安易に行かなくてよかった。お。はぁ、あ、はぁはぁ。評価が足りない。ここは先制ストライクからの、ここでいいですね。ちょっと電池増やしておきましょうか。あ、これもらえるわ、コツ。とりあえず、こんなもんでいいかな。行こう。からの。先制ストライク。お、いいよ。これは、まあまあ、いい感じですね。沢村も、一緒についてきてくれてるんで、ちょっとチェンジしましょうか。なんか合わせて伸びとか取れちゃったりしないかな。守さん仕事して。オッケー。ログハウスからでいいよな。オッケー。強い。よーし、いいよー。やる気持ちのアバター使ってください。あの、アバターが僕は手元にいるんですけど、35なんで、なかなか紹介しにくいっていう。あー。
沢村評価上げときたいかな。こことりあえず伸びもらえばいいからね。伸びもらえばいいので。ああ、なんか休んでもいいか。休ぼ。オッケー。9月3週まででもコツもらえてる。ああ、もらえてます。なんか、もらえてないような印象があるんですけどね。気のせいかもしれん。てか、気のせいでしょうね。スタミナが、まあ、スタミナいった方がいいな。先に沢村の評価早く上げておきたいので、スタミナに寄せたいですね。街道取れるな。どうしよう。街道は取れるけど、誰もタックしてない。街道はいつでも取れると。あー、これ、急速判定になっててめっちゃうまいってやつか。オッケーオッケー、これで取れたわ。ナイス。760。取っちゃえ。オッケー。よしよしよし、急速判定。異能のようになりたい。依存コントロールでしたっけ、異能って。おお、ここの評価早く上げないとマジで手遅れになるわ。沢村だったか今。あ、明神か。思い玉、緩急、ジャイロボール、玉持ち。まあいいか。普通に取りましょうか。うん、ここは勝ち運でいいですね。スカウト評価もありがとう。よしよしよし。明神走れ。さっさとピンチと強心臓くれ。あくまで断る。固まんねえ人。沢村はさっさと評価上げたいっすね。っていうのと、まあ、何かしら取れるやつをさっさと取りたい。ミックスしちゃおうかな。で、拾いましょう。ピンチ。からの。おーっと、やる気が下がっているが、やる気が下がってしまってはおりますが、4枚入りましたね。体力回復も入った。で、ピンチ取って、切ればまだもらってない。8運。急速安定。躍動。50のアバター出します。やばい。パピオンさんやばいな、手持ちが。強い。ちょうどいいぐらいだったかもしれないね。沢村走りました。これはちょうど良いタックが入りましたね。よしよしよし、ちょっと回復したぞと。あと、なんでしょうね。要所。おー、3人か。これは、異能と明神沢村なんで変化した方がいいっすね。これは、移動しましょう。あ、でも、急速関係もやっちゃったかな。急速関係やった気がするな、もう。街道になってますが、急速関係やった気がするな。ちょっと明神さん。オッケー、街道。で、これ多分そこそこ強いと思うんだけど。ああ、強いですね。急速骨はない。しかし伸ばすしかない。よし、オッケー。で、カツ入れる。回答ありがとうございました。自前45でフレモルモト借りてましたが。ああ、そうっすね。多分それだったら借りた方がいいと思いますよ。ちょっと異能乾燥しそうなんだけど。異能の依存ってコントロールでしょうか？変化球でしょうか？変化球だった気がするんだけど。そしたら多分これ絶対成功しねえな。うわー、強い。これは。
手が率すごいんだけど行くしかない。てか街道取れてないんだけど、尻上がり、これは怪我率ありますが行くしかないですね。ライ、オッケー。うん、名字終わりましたね。オッケーで、街道1キーの、強心臓1キーの、技術足んない。てか3タック起きてんな、休息。強いね、これ。博士が来ないから何にもできなかったけど。こういう時にやっぱドリンクあるなしは結構大きいですね。異能は変化ですね。変化か。変化来ないんだもんだって。変化来ないから何もできないんだけど。変化来なきゃ何もできないよ、そりゃ。玉持ち拾おう。ナイス。玉持ちオッケーで、休みます。おー、いいよ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 。ただ守る入りだけど、まあまあいいでしょう、来ないよりは。ラスト4ターンか。うん、沢村行きましょう。で、これで一応変化が詰めたと。コントロール上げるか。強い。いいよ、緩急。で、ここは上でいいですね。速球対抗心って取っちゃったかな。ああ、取っちゃったか。もったいない。あとは、特に玉持ちぐらいか。で、次、キレもらってって感じですね。一人。まあ、これは休むか。次、キレですもんね。いやー、沢村頼むー。そして、伊能を頼むって感じ。あー、1か。固まんねー。固まってくれません。人が来ないと、このゲームにならない。ちゃんと強化上げとけまーす。あー、やばい。1ターン無駄にしたわ、今。何かしら変化させとくべきでしたね。おわーっとー、スタミナどんだけ好きなんでしょう、みんな。スタミナ好きですね。スタミナが好きな人がだいぶ集まってますね。なりました、5。これどうすっかな、マジで。筋力、肩なんだけど、完全に。完全に筋力が、肩だと思うんだが、ですよね。532、435。まあ、振るしかないか。あとはまあ、こっちもうちょっと振れるやつ。代打とか取るか。あとは打たれ強さもいきましょう。筋力、肩。15アップしたわ。いやー、変化来ないときついよ、これは。9580点、点数は出てる。点数は出てる。ただ、おわ、いいよいいよいいよ、変化ナイス。みんな変化に集まろう。ああ、いいですね。沢村チェンジしていきますか。で、変化しましょう。ナイス。コント技術変化だわ。うわぁ、爆弾両方抱えた。あー、よかった。やる気下がんなかった。1万点超えました。この時点で1万、おーっと、この4はやばい。この4は激アチチチチ。激アチチチチ。今3人の時点でこれ。
やば。あちちちち。森本。森本くん。これは皆さん、あちちちですよ、完全に。これはだいぶ熱い。ただ、もう点数が爆発してしまってどうしようもないことになっておりますと。激あちちちちなんだけど。したらもうこっち、行くしかねえんだよな。もう全くもってして裁くポイントわかんないんだけど。まあおそらくですが、技術と変化は足りてないのであんま使わない方がいいんですけど、敏捷とかも怖いんで。ただまあ、振るとこがね、熱すぎる。海岸するか。海岸早すぎるかな。でもしないともうしょうがないけどな。でも、ダメだな。まだ海岸は早すぎる、さすがに。海岸来てないやつ多すぎる。さすがに無理だな。うわ、きっつこれ。精神が思いのほかきついな。精神さっき稼ぎすぎたな、マジで。はぁ、敏捷を使うの嫌だからな。その辺が難しすぎる。すごい悩みを抱えてしまったな。すんよ、532か。700入ってるしな。いっそのことスタミナ上げるか。で、上げた上でここ行って、432なら、まあ多分大丈夫。OK。筋力、技術、変化でいいですね。これは、あちちちちちち。はい。ただ変化が足りません。ちゃんと上にしてたのに違う方来たんだけど。ちゃんと、ジャグリング。お、変化3いるじゃん。マジ？え、つかすげえな、これ。変化集まったら結構行くかもしんない。ただ今は、それどこの話じゃない。やばい。いろいろやばい。鉄仮面取るか。緊急当番も取ってもいいかもな。変化3いる。ちょっと綱渡りだけど、15%。ミックスしましょう。ナイス、一撃。それは偉すぎる。博士、あれ博士だよね。博士来ないんだけど。これはだいぶあちちちちですね。あー、これ 15% さ。 15% でなんでその 15% 引っかかるかな。うわー、でっけー。やる気下がるのがでかいな。いやー、痛いですね、今の。敵つんよ。味方が弱いのか、敵が強いのか。 15% って本当にさ、ダメでしょ。お願いします。ナイス。で、うわー、今の痛えな、変化だったしな。おー、3人。しかも強いこれ。強い3人来た。あー、これいいな。あー、そうか、これいったら、っていう感じになるのか。ミックスしちゃい。完全制圧。225、150ね。強い。ありがてえ。クソハマっとるわ。腹痛入りました。変化ももうだいぶいい感じになってきてますね。筋力も足りてる感じしますね。おわっと、スタミナ3。そんなにスタミナ行きたいか、君たち。仕方ないな。スタミナね。おお、スタミナなったし、これ取れるし、強。ボールジャグリング、いや、こっちだな。で、筋力さ、マジで全然使ってないんだけど。やばい、これ。
すごい、急速骨なしでこんな言ってんのやばいんだが。うん、技術足んないな。そのおかげで技術がかなり面食らってますね。闘志いらん。ていうか、イベントを前で全然やっぱ来ないんだけど。わー、それは。異能と明神か。結構強いな。結構ぐるぐるさせられて、電池を消耗させられてはいますが。あ、ただ結構決まりますね。綺麗に決まってくれてる。変化の方がいいか。そろそろ海岸かもしれん。普通にもう、厳しいんだが。どうしたらいいんだろうなっていう状態になってきたな。いやーね、本当にわからん。 OK。 さあ、伊能、はい、ナイス、 OK、 伊能がまず通りました。素晴らしい。技術やばいけど伊能くん成功。一回休みたいな。やめてー。あー、やる気下がんなくてよかった、逆に。あー、まあまあ強いな。まあまあだけど行こうかな。くっそ、これ辛いな。筋力きついな。急速骨が。バント封じいらんな。逃げ玉とか取りたいな、できたら。逃げ玉、うんぬん。うん。結構コンに固まってますしね。よし、逃げ玉から取ろう。オッケー。からの、あとはマジで変化球だよ、みんな。みんな。みんな大好き変化球に集まれば勝てるよ。おー、なるほどね。これ一回休んどいてもいいかもな。これ強いけどさ、次練習できない可能性高いな。あ、ちょっと。落ち着いてなんか取らんと。取れるやつが緊急登板とかうんぬんか。まあ練習いかんし、いいでしょ。ポーカーフェイス。あ、ポーカーフェイスも取ってた気がするな。ポーカーフェイス、さすがに抑えてますね。バント封じでいいか。バント封じロックして、で、一回不眠症直していきます。オッケー。あー、やる気下げないで。やる気は下げないで、遅れ、マジで。あー、やる気戻そっかな。もうダブルタックとか、ほぼほぼ意味をなさないので。うん、ちょっと一回ミックスしてえな、これ。水木に入れますか。水木に入れとこう。で。高性能ロボ入れときます。ね、やる気戻すか。あー、まあこれ取ってもいいな。取るか。で、多分精神が結構。あー、なるほどね。これは休みでいいですね。緊急登板行って、まあ危な。沢村、頼む！うわー、石ナイス！通りました。深くて通りました。あとは変化球が伸ばせてない。変化！おわ、ダブルね。まあまあまあ、行きましょう。変化球伸ばせたら熱いよ、これ。危ね。フライングディスクとか狙いたいか。変化にするしな。
フライングディスク、フライングダッチマンやりましょう。あ、一発になりましたわ。ありがとう。これは大きいですね。強、もうすでになんかすごいことになってるけど。オッケー。強い。これは完全にあちちちちですね。オッケー。17,089。これはバカハマってますね。ただ、筋力、技術、精神、すべてが、バグっているので、変化は思ったより伸びてないです。変化もちょっと伸ばさないとな。オッケー。ただ、それ以外はマジで来ていますね。それ以外は普通に伸ばせているのと、コントロール忘れないうちに上げちゃいますね。アドバイスありがとうございます。17,000、あちちちちですね。これダブルタックでも取っていくしかないな、この辺。ちょっと狙いたいやつを狙いながらですね。で、二人チェンジすればいいのか。って言っても、これ、どう考えてもこの後ろの、守るにはオールマイティ使いたくないな、あんまり。まあ、できればやっぱ沢村と水木とか、まあ、沢村にまず使いましょうか。沢村と伊能か？こうやって、沢村と伊能で大丈夫なのかな？球速、変化、スタミナ。あ、大丈夫か。で、まずこれやりましょう。で、まあ、すごい余り方してるな。オッケー。うわー、なんで 25% の時に。あー、25% か。これはでも、どうなんだろうな。取るべきリスクではないかもしれない。守る入ってますしね。いや、どうしよっかな。これむずいな。これ、難しいですね。正直。これ、次、4タックとか入るかもしれないからな。あ、怪我取ってますね、すでに。で、ここで怪我が一番痛い、怪我したら。これさ、守る入りだから嫌なんだよな。これが、伊能とか、明神とか、水木だったら100いくんですけど。これ別に取った、別にそんな強くないような気もするんだよな。あー、まあ、どうしましょうかね。なんか今は普通に休んだ方がいい気がするんだよな。なんかこれを無理しておかしなことになるぐらいだったら。あとは海岸そろそろしようかな。海岸しましょうか、先に。これだ、メンタルでいいと思うんですよね。さあ、皆さん大好き、海岸タイムです。まさかこんな早くするとは思わなかったけど。いやー、マインドブレーカーが欲しいな。マインドブレーカーが欲しいな。マインドブレーカー。まあ、査定が高いやつが欲しいですね、とにかく。まず1回目はこれで行きましょう。さあ、皆様、お祈りお願いします。え、これ全員完走したよね。強心臓入った。沢村入った。守入った。伊能入った。水木入った。全部入ったね。はい。はあ、これは頼む。強心臓入ってないっけ？まあ、入ってない方が嬉しいんだけどね、今は。あ、入ってますよね。入ってられて。まずちょっと一回海岸しましょう。アームブレイカーは多分ひらめかないやつですよ。
さあ、行きませう。あ、本塁打現金って、まあまあだった気がするんだけど、気のせいかな。ちょっと金徳の査定調べようか。本塁打現金か。まあ、良くも悪くもないって感じだよな、多分。多分だけど。多分、まあ、良くも悪くもない気がする。本塁打現金か。本塁打現金は144。ダメだな。これは引き直しだな。これは引き直しですね。144はさすがに引き直しですね。はい。いやー、頼む。もう一丁。来い！あ、いやー、減点投球引き直し。これは引き直しですね。これは残念ながら引き直しですね。ポイント的にはとてもいいんだけども。ただこれで変なの来たらアウトだけど、これは引き直すしかない。これは引き直すしかない。これは引き直すしかないな。うわー、最後3回目。緊張する。皆さんお祈りお願いします。そしてもしよかったら高評価もついでにしてってください。今1800人の方が見ていただいてるけど、1900人か、すごいな。ただ高評価37しかない。ちょっと悲しすぎる、悲しすぎる。ちょっと高評価押してください、ぜひ。まあ、お祈り、まあ、これは普通に引き直します。減点投球と現金じゃちょっと、144じゃきついんで。これで、やばいの引いて、どぎも抜きたいね。はぁ。いやー、頼む。いや、なんか僕、高評価が増えたら、これ、いいの引けそうな気がする。っていう。今の下振れは全部それだわ。はい。ということで、まあ、変化球使わないやつがいいっすね。まあ、左キラーとか。同性技術も余るし。ハイスピンジャイロとか。いきますよ。はっ！か、悲縛りかよ。悲縛り。これ、いや、きっつー。一番ダメじゃん。はい。私はやはり、芸人でしたわ。だって縛り取ってないでしょ、これ。思った、うーわ、終わった。あれじゃなかっただけいいか。まだ走者釘付けじゃなかっただけいいか。外れ、完全に重っくそ外れましたわ。精神寄せたい。で、体力回復入れます。いやー、金縛りはマジで外れたわ。これ、敏捷取られたの痛えなぁ。おー、スタミナさん。スタミナ好きですね。スタミナが好きすぎる、みんな。今、技術と変化だよな、欲しいの。なので、なんかこの、イージス見学とかやりたいっすね。体力的にも。守備来い、守備。うわー、ほんと自分の中で相当盛り下がったね、今。まだ、そんなに弱いわけじゃないんで、全然いいんですけど。てか、全然出ないわ。来た。はい。で、スタミナこれで多分終わるな。で、やっぱり筋力、技術、精神でしょうね。もう一回行きましょう。頼むよ。もう一回行きますよ、皆さん。ちょっとここは当たりにしてほしい、マジで。金縛りで今結構敏捷きつくなったんで、ここは当たりにしてほしい。行きましょう。あ、みなぎる活力いいんじゃないですか？みなぎる活力216でしょ。これは当たりでしょ。これは、取っていいでしょ。今、ポイント的にも精神ダダ余ってるしね。これは、いきますよ、皆さん。普通に。前触れ欲しかったけど、まあまあ、これだったら全然ありだと思う。変化球も1も使ってないしね。これは、取りますよ、皆さん。当たりだと思う、普通に。
しかも普通にピッチャー的にもこれは、てかさ筋力バンバン使ってたけどさ、これ筋力やばくない？筋力若干やばいかもしれん。筋力若干やばい説ある。まあ稼げばいいんです、稼げば、稼げばいいんです。クイック入った。あ、そうだよね、深海道とかも終わってないんだけど。おっと、これは筋力が一気にやばくなったぞ。おっと、いいよいいよいいよ、この3は強いよ。筋力と敏捷系入れたい。敏捷入れようかな。筋力敏捷、筋力敏捷なのでこれか。あ、でもこれは後で取れる、まあどれでも取れるな。はい、悪くねえ。ただやっぱ守る入りだと弱いっすね。ちょっと筋力一回踏んどきたいな。野手特能とかまで考えると結構、あーこれ結構やばいかもな。あー、なるほど、人がおらんね。あとはスカウト評価も若干気にしたい感ありますね。そろそろ、あーこれ人いねー、怖えー。これはちょっと怖い感出てきましたね。いやーこれ筋力最後この250取ればいいか。臨床入るやつはもうないね。これでいいかな。サメと共栄しときましょう。監督評価大丈夫。監督評価さっき大丈夫だったと思うけど。ナックルカーブ取るか。いやーこれ若干筋力怪しい。筋力来い。お、わーっと、これはありがたすぎる。これはありがたし、これはマジで助かりましたね。あ、沢村固定でよかったな。いやーこれは救われましたわ。これなら大丈夫だわ。休息骨がね、なかなか来なかった反動で、あれなんですけど、これは助かりましたね。オッケーオッケーオッケー。これならもうほぼほぼ足りた。マジで海岸負けただけだな。それ以外はかなりいい感じですね。海岸は負けましたって感じですけど。ちょっと技術とかきついな。あー、あとは敏捷がなー。印象吸われたの痛かったな、金縛りで。オッケー、これはいい感じ。筋力も余裕で足りましたね。むしろいらないぐらいありますね。あとはこの変化何回踏めるかっていうのと、まあ、爆弾を両方所持してるんで、まあ、いつでもどこでも爆発する可能性はありますよっていう、それだけが怖かったりはしますね。ただ、スカウト評価がわかんないんで、ちょっとそこは、っていう感じだな。変化足りんなぁ。もうちょっと欲しいなぁ。変化球が足らない。いやぁ、変化足りんな。7-2じゃ足りないなぁ。ただまあ、これ経験点的にはかなり出てるのと、野手得の結構いけそうですね。うん。むずいな。これ、変化でもいいけどな。変化いっか。おお、いいね。めっちゃタックするじゃん、ここで。よし、OK。変化量が伸ばせないの痛いな。やっぱさっきの3人タッグでグキったのが結構痛かったですね。
あれがあれば、600、700ぐらいには今なってるんで、それが痛かったな。それがあれば相当来てたな。うん、行きましょう。よし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 。あー、これは一回休むか。もうあとは変化球だけ踏んでればいいので、そこ以外が光った場合は、まあ、ほぼ無視していいと思いますね。なんで、このタックとかしてますが、これを取る意味はもう、もはや1ミリもないと思います。ただ、ここで通院したところで爆弾が1個から2個になるだけなんで、ここは1回、チームメイトのやる気を上げましょう。で、ここは、しっかりフィンチャンしまーす。いやー、頑張って74だな。行きましょうか。はい、が出ましたー。33、OK。おー、いいですね。スカウト、これさ、スカウト怪しいかな。踏んだ方がいいかな。いや、変化踏みたいんだけど、どう考えても明らかに。スカウトが怪しかったらちょっと踏まないといけないかもしれない。え、これスカウト怪しいかな？ちょっとスカウトの評価に、プロになる気がある。もうちょっとだけアピールするものがあればなって言われてるんだけど、アピールした方がいいかな？踏んだ方がいいかな？ちょっとこれリスクすぎるよね。ポイントは絶対変化の方が欲しいんだけど。一回踏んどいた方がいい？ここでなんか、ほんとしょぼーい感じで終わるの嫌だよね、みんなも。踏みましょうか。うん、沢村一、スカウトいない。あー、どうしよっかな。どうしましょうかね。うん。ここはまあ、スカウト評価のこともまだあるしな。一回遊ぶか。石壁。まあ、ここは桜。まあ、最悪負けるかもしんない。リリース。まあ、行きましょうか。あれ玉は取れるな、これ多分。うん。行きましょう。頼むから点取って、サクッとで勝負に出ます。ここはマジで失点できない。おい、なんでそういうことすんの？それなんで自動失点とかすんの？この自動失点できるのマジでやめた方がいいと思うよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ホームランで点取ったわ。ここマジで失点できないな。オッケー。おいねー、何を悪いことしたのよ、僕が。これやばいよ、引き下ろされたら。マジで負けかねない。僕が何したっていうの、一体。おい、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 マジかよ、はい、ということで、戻ってまいりました。大体皆さんが PG3 ぐらいっていう感じの予想ですね。
僕個人的には4は乗っててほしいなっていう風に思ってます。一応全撮りして海岸両方ともしてコントロール106、まあ、手応えは持ってないかっていう感じで変化量737なんで、まあ乗っててほしいなっていう希望はあるっていう感じですね。じゃないとコントロール106の恩恵をあんまり感じられない。はい、ということで行きましょう。まあ3の後半から4だとは思う。あ、まあそんなもんだよな。まあ手応えもらって3の後半ぐらいか。じゃあ、あ、じゃあ大してやっぱ変化量が伸びてないのかな。なるほどね。